三つ峠は、山梨県鶴市、西勝浦町、藤川口湖町の境界にある標高1785メートルの山である。峠ではない。三峠山と呼ばれることもある。海雲山、押高山、木無山の三つの頂上の総称であるが、最高峰である海雲山を指すこともある。古くは、奈良時代まで遡り霊山として知られた歴史を持つ。古くは、 奈良時代から修験道の霊山として知られた。江戸時代後期の天保を年に、全当たる空原商人によって解散された信仰の山である。新霊法、千泉山とも呼ばれる。現在の三つ峠の由来として、山頂付近に湧き水があることから、水峠と呼ばれ点火したという説。三つの戦法があることから、三徳家と呼ばれ、それに文字当てたという説がある。 また、この三つの戦法は秋武山、押高山、海雲山を指すという説や、海雲山の三つの戦法を指すという説にも分かれている。山頂からは、眺望に恵まれ、富士山、三坂山地、南アルプスが一望できる。条件が良ければ、飛田山脈の槍穂高連峰を遠望することもできる。この眺望の良さは、大正時代に大町軽月が、 飛行文で紹介している。頂上付近からは、貝の化石なども発見されている。山頂直下の屏部岩では、ロッククライミングが行われる。日本200名山、日本300名山、鶴市21周法に選定されている。山頂より、南東から、南西の眺望山頂より、南西から、西北西の眺望を主な登山コースは、 南鶴郡西葛町の富士急行大学線3つ、峠駅からのルート、川口湖川からのルート、笹子峠の方からおねずいに行くルートがある。3つ峠駅からのルートは、標高差が大きいが、だるま石、88大石等の主原道の歴史を感じさせる史跡が点在し、ロッククライミングの練習場で有名な屏風岩の直下を通過する。 川口湖側からのルートは、三津峠と山口バス停からのコース、母の白滝からのコース、ロープウェイのかかる天井山からの重層コースがある。三津峠と山口バス停から行く場合は、富士急バスの川口湖駅発天下茶屋駅に乗り、当該バス停で降りる。午後の便はないので、帰りにバスを利用する場合は、甲府駅から来るバスが停車する3。 三津峠入口バス停まで歩く必要がある。マイカーを利用して三津峠登山口バス停付近まで入り、山頂まで往復することもできる。藤川口湖町には FM ラジオ局の三津峠中継局が設けられている。押スタカ山の山頂部の通信施設山梨県では大部分の世帯がケーブルテレビに加入している。そのケーブルテレビ局の在京キー局の受信は3つ。 峠に設置されているアンテナで行われている。また、地上デジタル放送は、県内各社の共同アンテナとなっている。ありがとうございます。